津波は瞬く間に製鉄所前の国道に押し寄せ、渋滞していた車を次々と流していきます。森さんは車内に取り残されている人を助けるため、すぐに国道へ降り救助を始めました。なんでそこまで助けてくれなかったんだよみたいなことをですね、もう言われたことがあって、ね、私のことを知っていながらもそこまで言わなければいけない。そ溢れてくる川の濁流みたいなのがドーンと来まして、でそれに足をすくわれたんです。